さん頑張ってくれましたこれ3日目の写真ですけどね4日目は赤いセーターでねあのー、頑張ってくれましたであのー、ちょっとねパッティングがあ,、うん、あの芝目が引っかかるグリーンだったのかね左にねみんな外してましたけどで私あのー、ああいうね引っかかるグリーンの時はもう初めから曲がるように打ったりしちゃうんですけどねであのー 5度という中で、えー、渋野さんがあの苦労してんの見てまああの球もいってない体のキレも悪いあのなん,てんですかねあのスイングが遅いっていうのねでああいう時にその捕まえちゃうと左いっちゃうから「あの球離せ」って言ったら本当に離して打ってくれてたんですね。 で私が2番,2番手上げてほしいから3番手上げろって言ったんですけれどもまあ1番手ぐらい上げたんですかね、えー、だから足りないであのー、あれ長かったらじゃあどうなるかっていうと、えー、長くてねハンドダウンで、えー、やってましたからどうなるかっていうと。 うん、あれでちゃんと乗ってたんだと思うんだな要するにまあそんな極端なバンテミスはねで私思ったよあのサンドウェッジでねあのオーバーした時に、まあ、ちょっとトップしたんだろうけども、あのー、あれはね、あのー、やっぱりフルスイングするとねああいうことが起こるんですよだからバンテ下げろって言ったのね。 ましてその優勝を守るのはパッティングだけなんですよね、まあ、もちろん彼女の場合っていうかあのすごいねあのいいアプローチしてあのしのいでましたけれどもそれはもう実力なんですよゴルフのねアプローチの寄せ洩っていうのが必ずできるということが前提なんですね。でそ,それ以外のことを言,う言わせてもらえばあの寒い中でね えー、ライがそのすごくあ,のあれ印刷したグリーンですからねでそういう中でやるのにあのい印刷したフェアウェイですからねその中でやるのにあの私は球を離せとこういうふうに言ったんですね芝がその人工的に印刷されてますからね。えー、やっぱりそのプロ プロだとという意識とやっぱり他人がブンブン振りますからキャディさんと自分のゴルフができなくなるというところでねでそのじゃあ最後の3ホール違うじゃないかっていうとその通りなんですあれでいいんですよでもあれを生み出すためのその,長い番手の話なんですよアドレナリンがあの出てるのは分かりますけれども。 18オール最初からやればですね、あのー、パッティングを打つ時も、あのー、イラついてくるわけですねだからね、あのー、惜しかった本当に惜しかったでもうまかった素晴らしかったと思います、あのー、またね、あのー、渋野さんのこの雄姿が必ずあると思うんでねやっぱりあのそういうあのメジャーの星を 持って生まれてきた方なんでね勝てると思います。えー、頑張ってもらわないとね本当グランドスラム達成もねぜひお願いしますよ。えー、あのありがとうね本当ね素晴らしかったと思います。えー、私もあのうまく言えずにごめんなさいどうも。